縄白いちごとは、バラカキいちご族に分類される植物の一種。別名はしっくだし、さつきいちご、和せいちご、さおとめいちご、牛いちご。縄白いちごの果実系は木質化するが、立ち上がらず、他の草の上に覆いかぶさるように育つ。その茎から出る枝は短く立ち上がる。茎には、トゲがある。葉は産出服用、時に子で、 あるいはつながって三列の場合もある。商葉の葉先は丸く、荒い二重の巨子がある。葉の表は明るい黄緑で、葉脈がくぼむのでシワがあるように見える。葉裏は白い綿毛を密生する。葉は落葉性。花は短く立ち上がる。枝の先に三棒状につく。花は赤っぽい紫だが花弁が小さいので目立たない。縄白の頃に赤い実が熟すため、この名がある。 夏季は5から6月。日当たりの良いところに生え、雑草的に生育する。赤紫色の花をつける。果実は食用になり、生食には向かないが、砂糖を加えてジャムにすると美味。古くは琉球王国で高市美とされ他の金ごと共に栽培され、現在首里城敷地内で展示されている。日本、朝鮮半島、中国などに分布。や、 道路脇などによく出現する雑草的低木である。ありがとうございます。